T-62、T-62 はソビート連邦で開発された主力戦車である。1950年代に入るとソビート連邦軍は新世代の戦車砲と対戦車砲弾、格好砲とアップフスズ、相弾砲突き翼安定鉄砲弾の開発をはじめ、これを搭載する直進型戦車の開発に着手。これが 後の T-64 新型戦車砲及び鉄鋼弾開発は順調に進み、量産中の T-55 にこの砲システムを搭載した改良型の開発計画が立てられた。この計画は T-55 を設計した西の設計チームが担当、1957年には最初の試作車、オブエークト165が完成した。 T-55 の流れを組むが、より深淵に近く平たい形態の、全周旋回式砲塔に、第9工場、下方設計局開発の 100mm ライフル砲 D-54TS を搭載した。D-54TS には発砲後空薬莢を、砲塔後上面ハッチより、自動排出する機構が備えられていた。1961年からは、 当初の計画通り 115mm 格好保有 -5TS 搭載の試作車が完成。これを、オブエークト166、正式名称 T-62 として量産が決定された。正式な量産、配備車両は1965年5月9日、モスクワ赤の広場で行われた、対ドイツ戦勝20周年祝典パレードで、初めて公式に公表された。 T-62 は T-54、55とは違い広く供与はされなかったが、ソビエトの同盟諸国でも装備された。第4次中東戦争時にイスラエル国防軍によって旅獲されたシリア軍の車両はアメリカに運ばれ、アメリカ軍によって徹底的なテストを受け、当時としては貴重なソビエト製戦車の詳細なデータを西側諸国にもたらしている。 1970年代末に生産終了。現在ではソビエトをはじめ多くの国では、後継の T-72 に主力戦車の座を譲っているが、一部の国では近代化改修系を現在も主力戦車として運用している。T-62 は基本的に T-55 を発展させた型である。車体が若干大きくなり、 重量の配分が変わったため天輪のピッチが異なる。t-54、55は第1天輪と第2天輪の間が広いが、t-62 は第3、第4天輪の間と第4、第5天輪の間が広く取られている。中高性の砲塔は t-54、55のものをさらに洗練した中造性、傾斜の小さい株ほど厚みがあり、 上に行くに従って、薄くなる構造である。T-54、55とは異なり、上面も含めた一体中像になっている。最大の特徴は手法に、格好法、ライフリングを施していない砲を採用したことである。この法の装甲間鉄力は大きかったが、ソ連陸軍の第二次世界大戦における、戦車戦の分析に従い、長距離での戦闘を重視しなかった。 このような設計思想であったため、単純な距離計測能力しか持たない、小準機の接眼レンズ内に、距離測定用のメモリを持つのみ小準機により、射程1500メートルを超えると命中率が急激に低下するのが弱点であった。これは後に、レーザー足遠機を搭載するなどして改善された。敵による発見を防ぎ、また、被弾率を低くするため前高を低くするという、 ソ連戦車の設計思想がよく現れている。それによって、乗員の居住性が犠牲となり、方針の不覚がほとんど取れないという欠点が生じている。砲弾の装填は装填手が手動で行い、射撃後の空薬莢を邪魔にならないよう、砲塔後部の小ハッチから自動的に排出する機構は、射撃速度の向上に大いに貢献するとされていたが、廃炊や時は、 方針の行革を最大にしなければ気候が作動しないため、廃遮後には、その都度方針角度を戻さねばならず、かといって廃遮や作業を手動で行うには、砲塔内容積の余裕のなさが、装填手の作業に悪流を与え、砲塔内の狭さは装填作業にも多大な影響を与えたため、かえって射撃速度が低下する結果となった。また、射撃後に、 方針角度を一定に保てないことは、同一目標への連続射撃を大いに阻害することになった。自動装填装置を持つ他の戦車でも射撃後の廃車や装填時には方針を規定角度に戻す必要があるが、現代の戦車では自動的に元の位置に素早く復旧されるのに対し、T-62 では方安定装置の機能がそこまで進んでいなかった。また、 空薬莢の排出ハッチが作動して開くと砲頭部に開口部ができる子になり NBC 兵器で汚染された状況下では運用に難があった。なお T-62 は標準で潜水と消能力を持ちシュノーケルを装備するとともに機関室上面の開口部を塞ぐための水密扉が装備されている自動排砂や機構が投機する薬莢により 機関室上面の水密扉が損傷することを防ぐため、格納状態の水密扉にはこれを覆う形で、防護板が備えられている。1983年以降、対戦車ミサイルに対するアクティブ式防御装置を搭載したり、手法からミサイルを発射できるように、近代回収された車両も多く存在している。初実戦は1969年。 中祖国境紛争、沈放島事件であるが、この際、少なくとも一両が軟弱地で動けなくなり、中国側に露覚されている。T-62 は、ワルシャワ条約機構軍には供与されず、チェコスロバキアで1973年以降2500両が生産されたに止まり、これは、エジプト軍やシリア軍に売却、第四次中東戦争などで用いられたが、 本来の想定戦場であるヨーロッパの大平原と異なり、中東の複雑な地形では前述の遠距離射撃性能の悪さや、不覚の取れない点などで、戦果はかんばしくなかった。戦争を通じイスラエル国防軍に多数が露覚され、チラマイナス6として戦力化されているが、中距離までなら、威力と精度が必要十分として、同様に露覚された T-55 で行われた。 手法乾燥など残った改造まで施されていない。また、共産主義時代のアフガニスタン政府軍に、ソ連軍撤収時に170両が上と、後の内戦時には、核勢力により使用された。後のアメリカ軍のターリバーン攻撃時にも、北部同盟に対し、ロシアから T-55 と共に新たに供与されている。ロシアでも運用は続き、 チェチェン紛争に投入されたロシア国内軍の T-62M は映像にしばしば登場している。T-62 は自動装填装置を搭載した T-64 以降のソ連戦車と異なり、砲塔直下の床下に弾薬庫がないため地雷などに対し砲弾の誘爆が起きにくく意外なタフさを見せた。ウクライナでは独自2 2 5トル砲や 爆発反応装甲を搭載する回収系を開発しているがこれは主として輸出目的でウクライナ軍では運用していない。北朝鮮の天馬号、天馬虎及び暴風号、暴風虎戦車の元にもなっている。イラクでは共和国防衛隊で運用されていたが湾岸戦争でアメリカ軍の M1A1 に敗北した。本来 T-54。 55を代替すべき T-64 の開発、実用化と量産がはかどらなかったため T-62 は予定以上に生産 T-72 が開発、配備された後も近代化改修が施され長らく使用されたが冷戦終結後の軍縮により退役しスクラップになった車両も相当な数に上っている。例えば南オセチア紛争で使用された際には 敵に撃破されるものより、はるかに多くの故障による損失を出し、ロア兵を悩ませたという。その後もロシア軍には2011年段階で、約900両、内稼働150両が残っていたが、2013年に全車体役が決定され、分解整備の後、輸出に回されることとなったとの報道もあった。しかし2018年には保管されている。 t-62 を復帰させ輸送する訓練が行われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。